皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の国語未来に向かっての3時間目の内容です。今日は谷川俊太郎さんの春にという詩を読んで、作者が皆さんに伝えたいことを考えましょう。春にを読む前に想像してみましょう。あなたは春にという題名からどんな内容の詩だと思いますか？動画を止めてノートにメモしましょう。書き終わったら再生ボタンを押しましょう。皆さんはどんな詩だと思いましたか？それでは今日の学習課題は春にを読み、作品から感じた自分の思いや考えを朗読で表現しようです。ここで動画を止めてノートに学習課題を書き写しましょう。書き終わったら教科書252ページと253ページを開いて詩を読みましょう。ここで朗読の説明をします。朗読とは人に聞かせるために声を出して詩や文章を読むことです。音読と朗読の違いは、音読は書かれた文章を声に出して読むということです。朗読は人に聞かせるために読むというところが音読と少し違うところがあります。それでは詩を読んで、あなたはどんなことを感じましたか？感想をノートに書きましょう。質問します。詩の中で繰り返されている表現があります。それはどの表現でしょう？動画を止めてノートに書いてください。この気持ちは何だろうという言葉が繰り返されていましたね。またこの表現の中の僕はどんな気持ちが現れているのでしょうか。動画を止めて本文に書いてみてください。この気持ちについて書けましたか？後でお家の人に書いたものを読んでもらいましょう。またお家の人にも春にの詩を読んでもらって、この気持ちはどういう気持ちなのかお家の人にも考えてもらいましょう。次に詩の中で春を感じさせる表現があります。それはどの表現だと思いますか？ここで動画を止めて考えてみましょう。ノートにメモして書き終わったら再生ボタンを押してください。春らしい表現とは、目に見えないエネルギーの流れとか、枝の先の膨らんだ新芽などでしょうか。他にも
春と結びつけることができる表現はあると思います。探してみましょう。それでは谷川俊太郎さんの春にを気持ちを込めて朗読してみましょう。そして気持ちを込めて読めるようになったらお家の人に聞いてもらいましょう。どのような感想を言ってもらえるでしょうか。この詩には実は曲があります。中学生の合唱曲にもなっていてとても素敵な曲です。皆さんもぜひ聴いてほしいです。今日の学習はこれで終わりです。これまで皆さんは未来へ向かっての単元3時間で多くのことを学びました。4月から中学生ですね。心より応援しています。これで茨城オンラインスタディ小学校6年生の国語未来に向かっての3時間目の授業を終わります。